マモルくんとニャンとは不思議な踏切を見つけました。この踏切、大きな時計がついてるよ。タイム踏切起動開始。時空を超えて電車が通過します。あ、電車が来るよ。江戸時代から電車が参ります。あれは侍電車だ。侍電車参上。お殿様が乗ってる。あ、手裏剣が飛んできた。忍者が隠れてる。それどうだ。ではさらば。侍電車は江戸時代に戻っていきました。あ、また電車が来るよ。どんな電車が来るんだろう。未来から電車が参ります。あれは未来お化け電車だ。未来予測データ解析中。この後ニャンタが水たまりにはまって濡れちゃうから気をつけて。本当、雨が降ってきた。にゃーん、まあ大丈夫。予測的中。それじゃあ未来お化け電車は未来に戻っていきました。あ、また電車が来るよ。どんな電車が来るんだろう。古代から電車が参ります。あれはピラミッド電車だ。ピラミッドパワーパワー。わあ、目からビームを出した。ご用だご用だ。むむ、パワーパワー、どうだ。それよきゃあ、わあ、やられた。元の時代に帰ろう。待って、ピラミッド電車は古代に戻っていきました。時空を超えて電車が通過します。踏切開きます。タイム踏切がまた動き出す前に早く帰ろう。不思議なタイム踏切と時空を超えるお化け電車、これでおしまい。秘密の箱庭はご覧いただきありがとうございました。いいねもしてね。チャンネルページにはいろんな動画があるよ。チャンネル登録してまた見てね。